1991年7月発売と同時に全米で空前の大ヒットを記録。瞬く間に世界中のゲームファンを感動と興奮の渦に巻き込んだ究極のアクションゲーム、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。あの衝撃から再びエキサイティングな2プレイモードを搭載し、より速くよりパワフルになったソニックが新しい仲間と共に帰ってきた。これがソニック・ザ・ヘッジホッグ2。開発を手掛けたのは天才プログラマー中裕二。その頭脳が驚異の超音速アクションと鮮やかなグラフィックに彩られたゲームワールドをクリエイト。音楽担当はドリームスカムトゥルー。今回は新たに対戦 2P プレイも登場。 3D 感覚のスペシャルステージも加わって、ゲームの世界は限りなく広がった。それではメインキャラクターを紹介するよ。まずはおなじみ、世界のスーパーヒーロー、カットビソニック。仲間の動物たちを救うため宿敵ドクターエッグマンに立ち向かう。頑張れソニック。これがテイルスよ。2本の尻尾で空を飛ぶ可愛いキツネのテイルス。ちょっと慌てん坊だけど、とっても頼りになるソニックの新しい相棒。こいつがドクターエッグマンだ。そして悪の天才科学者ドクターエッグマン。今回は究極兵器デスエッグを従えてソニックたちの行く手を阻む。この魅力的なキャラクターたちの生みの親がゲームクリエイターの中裕二さん。アメリカのシリコンバレーで活躍する天才プログラマーだ。2人でやっぱり人間対人間で遊んでる方が面白いですよね。ゲームって一人で遊んでても面白いもんですけど、やっぱり人間とやるゲームの方がずっと面白いんで、で今回 2P にこだわったんですよ。それに 1P のゲームの時もですね、マイルスがコントロールできるんですけども、それをなぜつけたかって言いますと、よく兄弟とか言いますよね。でお兄ちゃんと妹とかで、僕ぜひそのいつもお兄ちゃんがやってるのを横で妹がきっと見てると思うんですよ。面白そうだなって、だけど自分にはできないなっていう。でその妹がそのお兄ちゃんのような横でもう一個パッドを持ってですね、ちょこちょこって中で遊べるっていう、そういうのを目指したかったんですよ。なんかみんなでやった方が楽しいですからね。ぜひみんなでやっていただきたいと思います。アクションゲーム今までいくつもあるんですけど、やったところをもう一回やるときにじれったいんですよね、やってて。で分かってきたところはもっとダーって一気に行けたらいいんじゃないかっていうんで、ただソニックは最初はゆっくり遊んでもらって、で何度も慣れていくうちにマップとかが分かってきますよね。そうすると人によって速く走ってすかさずこうゴールしてもっと気持ちよさを出したいっていう、それで速く行けたらいいんじゃないかと。坂道とかで途中で登れなくなった場合にですね、一回戻ってもう一回もう少し戻ってきてやらなきゃいけなかったんですけども、今回はスピンダッシュっていう新しいアクションを入れまして、その場でしゃがんでボタンを押すことによって、そこからスピンダッシュすることができるんですね。その場から加速っていう、でこれによってゲームも少し気持ちよさを出して、あんまりかったるさがないようにずっとやってて気持ちよく楽しく遊べるようにっていうのを目指したんですけど、綺麗なものっていうのをメガドライブでここまでできるんだっていうのをやっぱ挑戦的なものでやってたんで、すごくいいものになったと思いますけど、カジノナイトっていうゾーンがあるんですけど、そことかメトロポリスゾーンとか結構おすすめですね。雑誌編集長ソニック2を語る。あのスピードガンですね、まるでジェットコースターに乗ってるような、あの速さ、スリリングな展開っていうのが驚きましたね。ここまでできるんだっていうのがすごく素直に感動しましたね。とにかく1をやって2をやったっていう時に、まあソニックだけじゃなくて、ある程度予測ができるんだよね。1はこうだったから2はこうだろうっていう、そういうのを見事に裏切ってくれるとこだと思う。だからマニアの人がきっと2はこれぐらいなもんだろうなと思っていたところを、やっぱりその3倍も4倍もすごいところを持ってきてるから、マニアの人たちも十分遊べると思います。新しい時代のそのスタンダードになるような、近未来ゲームのスタンダードになるような予感のするゲームだと思う。まあ、他のアクションゲームともう確実に違うところは、まずスピード感ですね。これが絶対違います。これは他のスーパーファミコンとか PC エンジンのゲームとは格段の違いがありますね。というのもですね、ソニック2は、
前回もかなり評判になったスピード感というのがさらにバージョンアップしてまして、まあ目まぐるしいスリル感といいますかね、そこら辺がゲームを通して体感できるというような仕掛けがあちこちに仕掛けられてますんで、ユーザーだったらまあ10人が10人欲しくなるようなソフトじゃないでしょうかね。 2P プレイができるようになって非常にバリエーションの幅ができたというか、作品の奥行きができてきたと思うんですよ。それにフィーチャー、例えばピンボールをあしらった面とかですね、そういう面随分工夫されてますんで、ゲームの広がりといいますか楽しみ方がぐっとアップしたというような感想を持っています。高橋由美子、お見としなり、ソニック2に挑戦、頑張って。ソニック2キラリン。先進めないですね。なるほど、転がる方が感想などちょっと聞いていただけますか。あらららあら、あ、ラッキー、ね、あ、死んじゃいました。実はタイムオーバーなんでしょ。ちょっと今時間かかっちゃったんで、次これなんですか、ミスティック。たくさん遊んでたくさん勉強してください。やあ、こんにちは。自称ゲームの達人、尾身としのりです。こいつは、わけがわかんない。ああ、なるほどね。すごいな。本当にスピード感はあるし、音楽はいいですね。それとあと画像が綺麗なのはびっくりしました。キャラクターも可愛いですしね。これはなかなかおすすめだと思うんですけど、まあ今日は家帰ってちょっと練習します。ここで最先端のハイテクカメラを駆使したソニック2の CM 撮影現場を特別公開。ゲームの世界を見事に映像化したこの CM、君はもう見たかな。ここで出題されるクイズの答えはみんなもうよく知ってるよね。それじゃあすぐに応募しよう。毎週500名総計6000名に素敵な商品が当たるんだ。そしてメガドライブとソニック2をセットで買うな、今がチャンス。クイズの応募者とこのビデオでもらえるキャッシュバッククーポンにご覧の2点を貼って返送するとセガから1000円をプレゼント。ラッキー。しっかり腕を磨いて君も全国大会の優勝を目指そう。ソニック・ザ・ヘッジホッグ2、11月21日発売。発売日はお店に一番乗りだ。